私はダチョウが好きすぎてダチョウ牧場への転職を決めた。ただの飼育員。今日はヒナの足バンドを外します。やはりヒナはビビリなのでゆっくり近づきます。気配を察知して集まり出す。1羽ずつ捕まえていく。キャッチ成功。ひっくり返して足バンドを外していきます。外せました。これを全羽行う。ヒナは嫌がるので心苦しい。やっと終わりました。以上、今日はヒナの首輪を緩めます。ダチョウのヒナはとっても臆病。集団パニックを起こされると大変なのでかがんでゆっくり近づきます。抜き足、差し足、忍び足。もう少し。気づかれてしまった。1はキャッチ。手早く緩めます。先が長くても1羽ずつ確実にやっていきます。おしまい。成長したヒナの給餌方法を変えました。それにはこういうわけがあります。大きく成長したがゆえにやんちゃになるヒナたち。私より大きな子ばかり。正直大勢で来られると手に負えません。中には突進してくる子もいるので怖いです。そんなこんなで柵外からの給餌方法に変えました。給餌完了です。早速食べています。やっぱり安心安全が一番。